今から生産式を行いますけれども、生産式というのは、ブドウ酒とパンをいただく式ですが、このブドウ酒とパンは、イエス・キリストが私たちの罪の身返となって、十字架で裂いてくださった体、そしてイエス・キリストが十字架で裂いてくださった血を意味しております。ですから、えー、私たちは、このイエス様の十字架によって、私の罪、罪というのは言語では、ハマルチアと言います。 これれは的外れって意味です、まあ、昨日ちょうど結婚式があってお話をしたんですけども妻夫愛し夫は妻を愛していて一生懸命する本当に相手のことを思ってやるんだけれどもそれが必ずしも的をつかないでずれてしまい外れてしまうすれ違うことが多くなって,していくことがあるって話をしたんですが。 一生懸命やってるのにうまくいかない的を外してしまうずれてしまうだから罪人っていうと分かりにくいですけどずれ人って言わやすいもんですね私はどうしてもずれてしまうずれ人それは本来の神様を信じて生きる神と共に歩むっていう人生をからずれてしまって神と共に歩まず神様に背を向けて歩くのでそうなってしまったんですねそのずれを元に戻すためにイエス・キリストがずれた結果生まれる悲しみや苦しみや罪や いろんなマイナスの全てを引き受けて罰、裁き、呪い、病気、全てを私の会に十字架で引き受けて読み、地獄にまで行ってくださいました。そして彼はそれに誓って復活されたんですね、今日はその復活された日です。でこの十字架を信じて、もう自分の罪は許された、そしてその罪に誓って力を主がくださって、新しい人生をやめる。この肉体はやがて朽ちて地上の人生を終わりますが、霊は生きてやがて新しい体をいただきます。その永遠の命を受けるという。 その希望があります。これを信じた方に、エス様は命を下さるんですが、その信じた人たち、共に生産を受けたいと思っています。で今、信じられた方でも、今から食い改めのようをしますから、ぜひ一緒に食い改めて、今信じてエス様を信じて、共に生産を預かっておりと思うんですねで。インターネットで発用された方の中でも、すでにエス様を信じていらっしゃる方で、生産のご用のある方はぜひ一緒に受けください。ご用のない方はね、ぜひ次回から生産の用意をされて、一緒に受けてください。 で、今、エス様を信じた方は、もし生産の用があれば、一緒に受けてください。なければ、月から生産を用意されて、一緒に受けてほしいと思います。そのことを通して、教会の祝福、十字架の恵みに預かることができますのでね、お願いしたいと思います。それでは、お祈りをしますけど、まず最初にエス様を信じるお祈り。お受けるようにします。短くしますので、ついて乗ってくださいね。天のお父様、イエス様を信じます。私の罪の身代わりに、 十字架で死んでくださり、黄泉に行ってくださって感謝します死に打ち勝って復活されたことを信じます私の罪を悔い改めますエス様の十字架を信じます復活を信じます 私のうちに来て永遠の命を与え私と共に歩み続けてください信じます感謝します救われましたイエス・キリストの皆によってお祈りしますアメン、はい、あなたが今すごく感じている人もいるしなんかよくわからない人もいるかもしれませんが あなたの頃のうちにキリストが来てくださいましたそして精霊という神の霊が宿られましたある方は少しそれを感じているでしょうある方はよくわからないかもしれないけれどもあなたのうちに確かに死がおられますここから新しい夢が始まりますのでねぜひこれからもオンラインをされて教会にしっかりつながってほしいなと思います